はい、どうも皆さんこんにちは、ドラゴンクエスト10第4期初心者大使太田裕二です。どうも、時刻はちょうど午後4時24分を打ってますね。はい、ということでですね、はい、雨が降ってると思ったら晴れたり、まあまあ天気はいいに越したことはない。うん、さあ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 まあまずはですね、まずは前回のおさらいをサクッといきましょう。はい、まず、うん、まずね、はい、前回のおさらい、これはガートラントの、前回ですね、ガトラントっていうね、いう感じのタイトルで、放送しましたけども、ガートラントの外伝、うん、ボスがあんまりイメージに残ってないな。印象にあんまりボスが残ってないから、ね、結局こいつと中ボスみたいなやつをね、を描いてみましたね。はい。非常に特徴を捉えておる。うん。非常に特徴を捉えておるな。あれ？マジでわからない？うん？ガートの、ガートのあれですよ。いや、走ってないな。これ多分走ってないな。うん。おばあちゃん？おばあちゃんこんな顔？食い倒れ人形。ああ、まあ食い倒れ人形に近いんじゃないかな。立ち位置的に。うん。うん、こっちはこっちでね。うん。うん。かぼちゃの怪人。うん。あれれ？おろろ？ああ、そう、多分名前そうだな。俺もあんまり覚えてないや、名前。うん。うん。あ、金色とこっちそうですね。こっちは金色と銀色がありましたね。かぼちゃ魔人？かぼちゃ？ハロウィン、まあ、でも、まだハロウィンまで2ヶ月ぐらいあんのに、もうね、世間はハロウィン風なね、雰囲気になってきてますけども。うん。じゃあ、これはですね、ガートラントのクエの黒幕。黒幕、こっち。黒幕。黒幕。ね、結局ね、こいつはまだ今後出てくるのかな？あの方は、とか言いながらね、逃げてったけども。うん、いつ出てくるのか、ちょっと早く戦いたいね、こいつとね。うん。そしてこれが、金色と銀色とアーミーさんでしたね。うん。ピュージュ。確かピュージュっていうお名前だったという、まあ、情報をいただいたんで、きっとピュージュです。はい。こんな感じじゃなかったっけ？うん。ね。あとこれが、中ボスのなんか、乗っ取られた人形のあれですね。うん。アーミーさんでもあり、金色のやつでもあり、銀色のやつでもあるっていうね。うん。こんな感じでガートラントの外伝を、前回はクリアいたしました。はい。よし。ではでは。じゃあまずですね、今日の目標行く前に、ちょっと、ね、雑談をね、ちょっと、最初コメントにもちょっとね、言っていただいた通りなんですけども、はい、まず、CM、はい、今、ね、9月1日からオンエアされ始めました、CM、体ファクトリーってなんかやつですね。体ファクトリーに今現在出演しております。はい。ツイッターでもちょっとつぶやきましたけども、佐々木希さんが出てる CM ですね。はい。それの、まあ、最後ちょっと踊るシーンがなんかね、あるんですけども、それの左側にいる整体師体ですね。ガタラではなく、ガタラファクトリーだったらね、もっと良かったんですけどね。うん。体ファクトリーのその CM の最後のシーンにね、ちょっとちょいちょいと出ております。踊っております。うん。で、そうですね。パソコンでは、ツイッター、まあ、体ファクトリーって検索していただけるとですね、その、体ファクトリーさんの、まあ、サイト出てきて、その中の佐々木希さんの多分なんか、ページっぽいところに行くと、その CM とメイキング見れるんで、はい。まあ、メイキングにも CM にも、まあ、映っております。映っておりますというか、います。はい。なので、はい。ぜひ、ご覧に、まあ、まだなられてないという方は、ぜひ、ご覧になっていただけると、ね、エイジハラスメントではなかなか存在感は発揮してないですけども、これはまだ俺の顔はまだわかるかなと、
いう感じの、ね、そんな感じの、顔はわかるかなって感じでございます。はい。ちゅうことなんで、はい、ぜひ、お暇があれば、うん、お暇があれば、ぜひ検索なり、テレビで注目していただけると、よろしくお願いします。はい。てな感じです。CM どんだろうな、CM どこで、どこまでオンエアされてるのかちょっとわかんないですけども、はい。まあ、ネットで、とりあえず見れるので、CM が流れてない地域の方はですね、ネットで、はい。うん、俺と一緒に踊ってる子はまた違う女優さんですね、はい。メイキングにも CM にも一応、はい。おります。チラッと。まあ、メイキングではチラッとですね。チラッと映っております。はい。じゃあ次っていう感じで、はい、そんな感じの現在でございます。はい。では、次の、あれね、あの踊りね、ほんとね、ちょっと見てくださった方は、まあ、その踊りをね、なんだろうな、ちょっと俺もあんま覚えてないけど、なんかこんなんやって、なんか踊ってたと思うんですけども、あれね、思った以上に難しいんですよ。思った以上に難しかったんですね、あれ。結構早くてですね、早い。テンポがね、1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 ぐらいな。で、カン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 って言って、こう、それでね、それからやったんですけど、結構ね、入りが難しかった。カン、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 バッてこう動き出すそのね、入りがね、本当にちょっと、何回か繰り返したね。そう、俺がミスっちゃしゃあないよねっていう立ち位置だから、そうそうそう。で、結構、俺の右にいた、まあ、画面で言うと左にいた女の子は、ダンス経験者だったんで、サクサクってやったんですけど、俺ね、そう、ダンスはあんまりやったことないんで、あんまっつか全然ダンスね、ダンスはうまく踊れないなんて曲もありましたけども、まさに、その通りでしたね。ダンスはうまく踊れないながらも、まあ、なんとか頑張りました。はい。中間時段で、ぜひね、ぜひ、お家でコピーしていただけると嬉しいです。踊りを。はい。骸骨役ではないですね。はい。では、次。次のお話、こちら、はい。次、これです。はい。実はですね、昨日の夜中にですね、ポーリーランドクイズ大会っていうものがね、関係者内で行われまして、はい。まあ、初心者大使だったり、他のスタッフの方だったり、なんかそういう、赤堀先生が関係者をこう招いて、そのポーリーランドにまつわるクイズを、はい、出題するっていう、うん。っていう大会がありまして、まさかの優勝っていうね、結構ね、3、40人いたのかな、多分。関係者が。もちろん初心者大使以外のスタッフの方の方がむしろ多いぐらいな感じだったんですけど、まさかの優勝っていうね。いや、正直ですね、正直分かった問題ゼロ問なんですよ。正直ね、いや、なんだこれ、あやふやでこの辺かなっていう問題は、あったんすけど、まあ、で、僕、絶対こうだっていう自信のあるような、問題答えは全然出なかったっすね。てか、結構下調べはしたつもりで臨んだんすけども、想像以上に超難しい問題が出ましてですね。まあ、敗者復活だったり、こう、いろんなことをこう、なんだかんだ、こなした上で、なんだったかな、例えばなんだろう。例えばの問題なんですけども、ポーリーランド2の第1話の、お家がありまして、そこに庭入ると、モーモンが右と左にいるのかな?右の左にいますと。で、そのモーモンが、後ろ向きになってるのはどっちですかみたいな。ちょっとこの問題が正確かはちょっとわからないですけども、そんな感じの、うわ、そんな、そこ覚えてないよみたいなね。超難しいなって超難しかった そこ聞いてくるのかーっていうね。いやー、なんだかんだで、あ、コミ取るから、ありがとうございます。
そんなこんなで敗者復活とかこういろんなことを経ての結局ですね、準優勝布子さん、はい、そして優勝俺っていうね、まさかの、うん、いや本当、いやでも面白かったですね。はい、いや本当にびっくりした、想像以上に難しかったから、やべえってなって、全然下調べ意味ないぐらいじゃんっていうぐらいのね、ほんと。あ、コミトル君、ありがとうございます。はい、そしてなんだかんだで、はい、優勝いたしました。はい。いや、嬉しかったね。ちなみに、リズコスで臨みましたね。その会場には。リズコスで、ぶっ込んでいきました。はい。俺のこと知らない人はなんだこいつって思ったかもしれないですけどね。はい。うん。優勝商品、これは、どうなんだろうね。うん。言っちゃっていいのかな？でもこれ言っちゃっていいってことは優勝商品も言っていいんだろうね。うん。黄金の花びら、10枚、いただきました。はい。賞金だね。超でかい賞金だね、これ。ボーナスでございます。いやー、ほんと。赤堀先生、いや、お金ではないですけども、黄金の花びらをいただきました。はい。花びらをいただきました。凄まじい。赤堀先生、ありがとうございました。ほんと素晴らしい問題。てか、そもそも素晴らしいね、エンターテイメントね、ホーリーランド作っていただいて、クイズ大会ね、無事、優勝できたんで、ほんと、まさかのね、優勝だったんで、まさかの、はい、景品でございました。商品。いや、本当に臨時収入と言っちゃ臨時収入なのかな？っていう感じのことが、はい、ありました。はい。ホリランドクイズ大会。コートどうなんだろうね。いつかオフィシャルであるかもね。夏祭りとか。わかんないですけど。うん。はい。そんなこんなのホリランドクイズ大会にてまさかの優勝でございました。はい。では次。はい。魔法戦士カンスト。連打討伐とですね、日々の討伐をやってたら、魔法戦士が、無事完走いたしました。はい。連打討伐でなんだかんだ、土日で行けましたね。はい。先週分を結構やってなかったんで、土曜日にその、やばい、終わる前に、やろうと思ってやって、昨日も、連打討伐をとりあえず、やったんで、魔法戦士完走。はい。課題の一つクリアでございます。はい。いやー、魔法戦士ね、ほんと、確かに連打討伐あると楽ですね。はい。だいぶ。うん。そんなコーナーなんで、ほんと、課題の一つクリアいたしました。はい。おっと、俺が今、最近いるサーバーがバレてる。どうしようかな。まあでも、最近一応ね、そのサーバーにいるっちゃいるんですけども、まあ21と、そっちを行ったり来たりしようかなと思ってます。はい。で、最後、あと言うこと、これですね。はい。武器スキル。うん。片手剣、は、ハンマー、絶賛悩み中。ハンマー、優勢って書いてますね。いやー、今まではですね、片手剣にしようってこう言ってたんですけど、まあ、調べて、ほんとね。そう、流行っちゃ流行なんだけどね。とりあえず、本当に、むっちゃ悩んで。いや、結構昨日もだからずっと悩んでますね。もう調べても、まあ、これなーっていうね。まあ、なぜハンマー？そうですね。一応ですね、次、バトマスをやろうかなーって、バトマスを、まあ、まあ、賢者と魔法使いはまあね、同じ感じの、両手杖で、まあ、できる感じなんで、まあ一応、魔法使いを、まあもちろんのメイン。で、まあ賢者もできれば、まあ今後ね、使いこなせるような人になりたいなっていう二つの格は、まあ持った上で、うん。あと、なんか違うね、物理系のもん、職をね、ちょっとやろうかなって思って、まあ戦士かバトマスかなって思ったんですけども、やっぱりまあちょっと火力に惹かれましたね。なんで、ちょっととりあえずバトマスかなと。そう。それで、片手剣かハンマーで悩んでて、まあ、魔法戦士があるから片手っていう説もあったんすけども、
まあ、いかんせんね、片手だと戦士があんまり火力ないのかなっていうところがありまして、うん、非常にね、悩んでます。で、まあ、あと課題をね、どうクリアするかってことも考えると、魔法戦士の結構ね、スキルは、魔法戦士のスキルは、あれなんですよね。だいぶ両手杖に持ってかれてるんで、パッシブの82かなまでは魔法戦士もちろん取って、そっから両手杖に振ってるんで、こっから片手剣に振るっていうのはあんまり今のとこ魔戦じゃ現実的じゃないってことを考えると、バトマスと戦士と、あ、だからバトマスと戦士を結構だから、上げないといけないわけなんですね。二つとも。っていう負担を考えると、むしろ、あんまり今上がってないパラディンと道具と、バトマスを、まあ、63前後ですかね。全部持ってったら、まあまあまあ、150スキル揃うから、それでまずハンマーを揃えるっていうのいいのかなっていう風にね。まあ、59まではエンゼルスライム棒がありますから、なんだかんだ戦ってると、うん、すぐ上がるっちゃ上がりそうなんで。なんで、そう、今んとこパラと道具はあんまりパッシブ以外は取ってないんで、まずそこでハンマーを上げようかなと、ちょっと今までの計画を変更して、だいぶハンマー寄りでいます。うん。でね、そうね、ずっと昨日、ってか今日もだけど結構ずっと考えたんだよな、ほんと。うん。そう。そして、あとなんだっけ？そう、ハンマーだと、あれですよね。まあ、キャンセルショットだっけ？キャンセルとか、あと、なんだっけ？スタンショットだ、スタンショット。うん。で、こう、動きを封じるっていうことも考えると、片手剣のバトマスよりも、うん、片手剣のバトマスよりも、やっぱりその、いろんな状況に応用が効くのかなと。戦士だったらもちろんね、爆打機とかチャージタックルがあるとね、うん。結構そういうような、同じような、役割できるかもしんないですけども、そうなると片手剣でしょ？戦士が。ってなるとやっぱり火力がどうだろうっていうね。うん。そんなこんなの、非常に悩んで、悩んで悩んでの。悩みまくりの